青いガーネット。クリスマスが済んで二日目の朝、私は挨拶とお祝い方々、友人のシャーロック・ホームズを訪ねていた。彼は紫の部屋着姿で、パイプ立てを右手を伸ばせば届くところに、明らかに調べたばかりのしわくちゃになった長官を手元に山と積んでソファーにゆったりしていた。 カウチのそばには木の椅子があり、その背の隅にはすっかりくたびれ、数箇所ひびの入った極めてみすぼらしくみっともない硬いフェルト棒がかかっていた。椅子の座面にレンズとピンセットが乗っており、帽子は検査を目的としてそのように吊るされたのだと思われた。仕事中だね、私は言った。もしかしたら邪魔かな。ちっとも。 成果を議論できる友人は歓迎だ。全く些細な問題だが、彼は親指を古い帽子に向けた。これに関してはいくつかの点で興味や教訓が全然ないわけではない。私は彼の肘掛け椅子に座り、パチパチいう暖炉で手を温めた。玄関が訪れ、窓には厚く氷の結晶がついていた。きっとこれが、 私は言った何でもないように見えるけれども何か恐ろしい物語と関連してるんだろうねそれが手がかりになって君を何かの謎の解決何かの犯罪の処罰に導くんだろう「いやいや犯罪じゃないんだ」とシャーロック・ホームズは笑いながら言った数平方マイルの空間の中に400万もの人間が押し合いへし合いしていれば 起こりがちな、ちょっとした気まぐれな出来事の一つに過ぎないんだ。これほど密集した人間の群れの作用と反作用のただ中では、出来事の可能な組み合わせが全て起こっておかしくないし、犯罪はなくても印象的で奇怪な小さな問題がたくさん引き起こされるものなのだ。すでにそういう経験はしてるじゃないか。それゆえに、私は言った。 最近私が記録に付け加えた6つの事件のうち3つは全く法律上の罪を免れていたね。まさにその通りだ。君が言ってるのはアイリーン・アドラーの文章を取り戻す試み、ミス・メアリー・サザーランドの風変わりな事件、それと唇のねじれた男の冒険のことだね。まあこの小さな問題も同様に 罪のない部類に属することになるのは疑いないな。主営のピーターソンは知ってるねああ。この戦利品はあの男のものなんだ。彼の帽子だね。いやいや、彼が見つけたものだ。持ち主は不明だ。これを潰れた山高棒でなく知的な問題と考えてほしいんだ。まず第一に、どうやってここへ来たかということだ。 これはクリスマスの朝、見事に太ったガチョウと一緒に届いた。そいつが今頃ピーターソンの暖炉の前で焼かれているのは間違いないね。事実はこういうことだ。クリスマスの朝4時頃、ピーターソンは君も知っているように非常に正直な男だが、ちょっと浮かれ騒いでの帰り、トっテナムコート街への家路についているところだった。彼の目の前には、 ガストを浴びて大柄な男がわずかによろめきながら白いガチョウを肩に背負って歩いていた。グッジ街の角に着いた時、この見知らぬ人と数人の乱暴者との間に喧嘩が始まった。乱暴者の一人が男の帽子を叩き落とし、これに対して彼はステッキを振り上げて自分を守り、頭の上でそれを振り回し、後ろにある店のウィンドウを壊してしまった。 ピーターソンは見知らぬ男を襲った連中からかばおうと駆け寄ったが、男はウィンドウを壊してしまったことに驚き、制服の警官のような人物が彼の方へ駆けてくるのを見てガチョウを落とし、三十六景を決め込み、トっテナムコート街の裏手に広がる入り組んだ狭い街路の中へ消え失せた。乱暴者たちもピーターソンを見て逃げ出し、それで彼の元には戦場と、 さらにこの帽子と大変に申し分のないクリスマスのガチョウという形で戦利品が残された。それは持ち主に返したんじゃないのかねえ君、問題はそこにあるんだ。確かにヘンリー・ベイカー夫人へと印刷された小さなカードが鳥の左足に結びつけられていたし、また確かに HB のイニシャルがこの帽子の裏地に読めたけれども、 このロンドンの街には数千のベイカー、数百のヘンリー・ベイカーがいて、その誰か一人に遺失物を返還するのは容易ではない。じゃあピーターソンはどうしたんだ彼はクリスマスの朝、帽子もガチョウも僕のところへ持ってきた。どんなに小さな問題でも僕には興味があるのを知ってるからね。ガチョウは今朝まで置いていたんだが、 霜が降り始めたとはいえ、もはや猶予は無用で食べた方がいいという兆しが出てたんでね。そこでそれは習得者がガチョウの究極的運命を全うさせるために持っていき、一方僕はクリスマスのディナーを失った見知らぬ紳士の帽子を引き続き保持しているんだ。広告は出なかったかいなかった。ではどんな手がかりから男の身元を割り出すんだ 推論できる限りのこと。それだけだ。男の帽子からまさにその通り。いや、冗談だろう。こんな潰れたフェルトから何が推測できるものか。ここに僕のレンズがある。君は僕の方法を知っている。この物品をつけていた男の個人的人格に関して、君自身で何か推測できるかな 私はボロボロの対象物を手に取り、やや後悔しながらひっくり返してみた。それはありふれた丸い形の極めて平凡な黒い帽子で、硬いがすっかりくたびれていた。赤い絹の裏地だったがだいぶ色あせていた。製造元の名はなかったが、ホームズが言った通り HB のイニシャルが片側に存在に書かれていた。 飛ばさないようつばに穴が開いていたがゴム紐はなくなっていたその他裂け目があり非常に埃っぽく何箇所も汚れがついていたがそれでもインクを塗りつけて変色した部分を隠そうとした様子も見られた「私には何も見えてこないよ」と言い私はそれを共に返した「それどころかワトソン君には何もかもが見えている」ところが 見たものから推論することができないんだ。君は臆病で推理に踏み込めないんだ。じゃあ、君がこの帽子から推論したことは何かどうか聞かせてくれたまえ。彼はそれを取り上げ、彼独特の特異な内政的視線を向けた。あるいは思っていたより示唆するところが少ないかもしれないか、彼は言った。それでもいくつかのことは、 極めて明瞭に推論できるし、他にもいくつかのことが少なくとも有力な可能性を示している。まず、この男が高い知性の持ち主であることはもちろん一見して明らかであり、また三年も遡らずとも、彼はかなり裕福であったのに、ここへ来て不運な目に遭っている。彼には慎重さがあったが、今では以前ほどではなく、 つまり堕落してしまったわけだが、これは彼の運勢の推移と合わせて考えれば何かの悪影響。おそらく酒が彼に作用していることを示すものと思われる。これはさらに彼が妻に大事にされなくなったという明白な事実の説明となるかもしれない。ホームズ君。とは言っても彼はまだいささかの自尊心は保持している。 彼は私の講義を無視して続けた。この人は座っていることの多い生活を送り、あまり外へ出ず全く運動不足であり、中年で白髪混じりの髪の毛をここ数日の間に切っており、そこにライムクリームを塗り込んでいる。これらが彼の帽子から推論されるべきより明白な事実だ。それからついでだが、 彼のうちにガスが引かれているってことはとてもありそうにないね。これは間違いなく冗談だろう、ホームズ。いやちっとも。これらの結果を提示した今になっても、君にはどうやってそれに達したのかわからないなんてことがあるものかね。確かに私は愚か者だが、正直言って君にはついていけないよ。例えば、どうやってこれを知性的な男と推測したんだね 答える代わりにホームズは帽子をポンと頭に乗せた。それは彼の頭をすっぽり覆い微量で止まった。溶石の問題だよ。と彼は言った。これだけ大きな脳なら何か詰まっているだろう。では運勢の推直はこの帽子は3年前のものだ。この平らな唾の縁がカールしているのはその頃流行り出したものだ。 この帽子は最高級品だ。ねのついた絹の帯と素晴らしい裏地を見たまえ。三年前にはこんな高価な帽子を買う余裕があり、それ以後の帽子は一つもないとなると、この男がすっかり落ちぶれてしまったのは確実だ。まあ確かにそれは明白だね。だが慎重さと堕落はどうなんだシャーロック・ホームズは笑った。これが慎重さだ。 と彼は言い、帽子を飛ばさないための小さな円盤と輪に指をはめた。これは帽子について売っているものじゃない。この男が注文したとすれば一定の慎重さの印だ。わざわざ風に対する用心をしたんだからね。ところがゴムが切れてしまったのに取り替えようとしないところを見ると、今や以前ほど慎重でないのは明らかで。 それは心の弱くなった明瞭な証拠だ。他方彼はフェルトについたこういうシミの一部をインクを塗って隠そうと努めているが、それは彼が自尊心を完全には失っていない印だ。君の推理は確かに最も,もらしいね。その他の点、中年であること、白髪混じりなこと、最近それを切ったこと、ライムクリームを使っていることは、 全て裏地の下の方を綿密に調べれば推測できる。レンズを使えば、床屋のハサミでスパッと切れたたくさんの髪の毛の端が見える。どれもこれもベタついているし、紛れもないライムクリームの匂いがしている。このホコリはわかるだろう街中の灰色の砂ぼこりではなくて、家の中の茶色の綿ぼこりであり、これが大部分の時間。 室内にかけられていたことを示している。同時に内側の湿り気による跡は被っている人が大量に汗をかいたという、したがってほとんど鍛えていないという明確な証拠だ。だが奥さんのことは、君は奥さんがその男を大事にしなくなったと言ったよ。この帽子は何週間もブラシをかけていない。ワトソン君。 僕が君の帽子に一週間分の誇りが積もっているのを見たら、つまり君がそんな状態で出かけても奥さんが平気だとしたら、君も不幸なことに奥さんの愛情を失ったものと思うよ。でも彼は独身かもしれないよ。いや、彼は妻へ仲直りの印としてガチョウを持ち帰っている。鳥の足にあったカードを思い出したまえ。何にでも答えられるね。 だが一体どうして彼の家にはガスは引かれてないと推測できるんだ重視のシミが一つか、まあ二つくらいなら偶然につくかもしれない。が、五つ以上も見つかるとなると、ほとんど疑う余地なく、この人物はたびたび燃えている重視のろうそくに触れているに違いない。おそらく夜、片手に帽子、もう一方に溶けて垂れるろうそくを持って二階へ上がるんだと思うよ。 いずれにせよ、ガスの炎で重視のシミがつくことはない。納得したかいいや、実に独創的だ。と言って私は笑った。だが君もついさっき言ったように、何の犯罪も行われていず、ガチョウを失った他に害がないのだから、それも皆勢力の浪費のようだね。シャーロック・ホームズが口を開いて答えかけたとき、ドアがパッと開き、 頬を好調させ、びっくりして呆然とした顔の主演のピーターソンが部屋に駆け込んできた。ガチョウですよ、ホームズさん。あのガチョウが。と、彼はあえぎあえぎ言った。えで、あれがどうした息を吹き返して羽ばたき、台所の窓から飛んでいったかい彼は男の興奮した顔をよく見ようとして、ソファーの上でぐるっと体をねじった。 見てください。女房があいつの絵袋の中で見つけたもの。彼は手を差し伸ばし、手のひらの中央にキラキラと輝く青い石を見せた。大きさは豆よりやや小さいが、純粋な輝きにより、彼の手の暗いくぼみの中で電気の点のようにキラキラ光っていた。シャーロック・ホームズは口笛を吹いて座り直した。おいおい、ピーターソン。 彼は言った。これは大変な発見だぞ。本当に。何を手にしたかわかるだろうね。ダイヤモンドですか宝石ですね。パテコのようにガラスに傷がつきますから。宝石どころではない。これはあの宝石だ。モーカー伯爵夫人の青いガーネットじゃないか。と私は叫んだ。まさにその通りだ。 僕がこのところ毎日タイムズでそれに関する広告を読んでいるからには、そのサイズと形を知っているのも当然だがね。唯一無二のもので、その価値は憶測するほかないが、提供された報酬の千ポンドは確かに市場価格の二十分の一以内ではないね。千ポンドああ。主営はどんと椅子に座り込み、私たちの顔を変わる変わる見つめた。 それが報酬だがね。僕は訳があって宝石さえ取り戻せれば伯爵夫人が財産の半分でも投げ出すのを厭わない感情的理由が背景にあるのを知ってるんだ。私の記憶が正しければホテルコスモポリタンで紛失したんだったね。と私は言った。まさしくその通り。12月の22日、ちょうど5日前だ。配管工の ジョン・ホーナーがレディの宝石箱から盗んだ角で告発された。この男に不利な証拠は強力で、事件の巡回裁判に付託された。ここに何か事件の記事があると思うよ。彼は新聞を引っかき回しては日付に目をやり、やっと一つのシワを伸ばし、それを二つに折り、次のような記事を読み上げた。 ホテルコスモポリタンの宝石泥棒、廃棟校、ジョン・ホーナー、26が、今月22日、モーカー伯爵夫人の宝石箱から、青いガーネットとして知られる高価な宝石を盗んだ罪で起訴された。ホテルの上級接客係、ジェームス・ライダーの証言によると、盗難の当日、ホーナーをモーカー伯爵夫人の化粧室へ通し、 暖炉の格子の二本目の緩んだ棒を修繕させたという。彼はしばらくホーナーと共に残ったが、最後には呼ばれて席を外した。戻ってみるとホーナーは姿を消し、机の引き出しがこじ開けられ、後になって白爵夫人がいつも宝石を入れていることが分かった小さなモロッコ川の小箱が化粧テーブルの上に空になって置かれていた。 直ちにライダーは急を知らせ、どう言う、ホーナーは逮捕された。しかし宝石は本人からもその部屋からも発見されなかった。伯爵夫人のメイド、キャサリン・キューザックは、盗難を発見したライダーの驚愕の叫びを聞き、部屋に駆け込んでみると、先の証人が述べたような事態になっていたと先生証言した。ビークのブラッド・ストリート警部の証言によると、 逮捕の際、ホーナーは必死に抵抗し、強い口調で潔白を主張した。被告に窃盗の前科の証拠もあり、警察裁判所判事は犯罪を略式に処理することを拒絶し、巡回裁判に付託された。審理の間、激しい感情を表していたホーナーは、決定に沿途し、法廷から運び出された。ふん、警察裁判はこれでよし。 と、ホームズが考え込むように言い、新聞を脇へ放った。さて、僕たちの解くべき問題は、こちらの端にある抜き取られた宝石箱から、あちらの端にあるトッテナムコート街のガチョウの絵袋に至る一連の出来事だ。どうだい、バトソン。僕たちのつまらん推理が、罪のないものではなくなって、急により重大な様相を帯びてきたじゃないか。ここに石がある。 石はガチョウによってもたらされ、ガチョウはヘンリー・ベイカー氏によってもたらされ、この紳士は傷んだ帽子と、その他に僕がさっき君をうんざりさせた特徴をすべて持ち合わせている。そこで今僕たちは本気になってこの紳士を探し、彼がこのちょっとした謎に演じた役割を確かめにかからなければならない。このために僕たちがまず試みるべきは、 最も単純な手段であり、それは疑いなくすべての勇敢に広告することにある。これが失敗したら他の方法に頼ることにしよう。どんな文句にする鉛筆とその紙切れをくれ。さてさて、それではと。ぐっちがい角で習得した画帳と黒のフェルト棒。お返しするのでヘンリー・ベイカーさんは、今夕6時半、ベイカー街、 221B へ問い合わせを。簡潔明瞭だろう実に。しかし、見るだろうか。そうだね。きっと新聞には目を光らせているよ。だって、貧乏人には損害は甚大だからね。明らかに彼は、窓を壊した不運と、ピーターソンの接近に、ビクビクして、逃げる以外に思いつかなかったけれども、それ以来、はずみで鳥を落としたことを、ひどく悔しがっているに違いない。 それにまた、名前を挿入すれば見ることになるさ。彼を知っている人が皆彼の注意をそこに向けるだろうからね。さあいいかい、ピーターソン。広告代理店まで一っ走りして、これを勇敢に入れさせるんだ。どれにですあーっと、グローブ、スター、ペルメル、セントジェームズ、イブニングニュース、スタンダード、エコー。他に思いつくもの何でもだ。 承知しました。それで、この石はああ、うん。石は僕が預かろう。ありがとう。それでね、ピーターソン。帰りに、ちょっと、ガチョウを買って僕のところへ置いてってくれ。君の一家が今ガツガツやってるやつの代わりに、この紳士に一つ渡すのが、どうしても一ついるんでね。修営が立ち去ると、ホームズは石を取り上げて、明かりにかざした。素晴らしいものだ、と彼は言った。 ちょっと見てごらんよこの輝ききらめきを犯罪の核であり焦点であるのも当然だ良い宝石はみんなそうだ悪魔のお気に入りの誘惑手段だ大きくて古い宝石になるとそのカットされた全ての面が血生臭い事件の表彰かもしれないねこの石はまだ20年たっていない 中国南部のアモイ川の岸辺で発見されたものだが、驚くべきことにガーネットの特徴をすべて備えていながら、色合いだけがルビーの色の赤ではなく青なのだ。新しいにもかかわらず、これにはすでに不吉な歴史がある。二つの殺人、硫酸を浴びせられた事件、自殺、数件の窃盗が、 この重さ40グレーンの墨の結晶のために引き起こされている。こんな美しいおもちゃが、公主代、刑務所御用達になるなんて誰が思う今は金庫にしまって僕たちのところにあるからと白爵夫人に一筆知らせておこう。このホーナーという男は無実だと思うかいわからないね。ではどうだろう。 こっちのもう一人のヘンリー・ベイカーは問題に何か関係があるかなヘンリー・ベイカーは全く潔白な人間である可能性が高そうだね。彼は自分の背負っている鳥が純金でできているよりもはるかに価値があるとは考えてもみなかったんだね。しかしそれは広告に反応があったらごく簡単なテストをして決定することにしよう。それまでは何もできないのか 何にも。それなら僕は往診を続けることにするよでも夕方君の言った時刻には戻ってくるよすっかりこんがらかった事件がどう解決するのか見てみたいからねそれは嬉しいね7時には食事にするよ確か山茂しぎだと思うよそうそう近頃の出来事を考えるとハドソンさんに絵袋を調べるように頼んどくべきかな 私はある患者に手間取り、再びベーカー街に着いた時には、6時半を少し過ぎていた。家に近づくと、淵な脂肪に上着のボタンを顎まで留めた背の高い男が、外の明かり取りから投じられた明るい半円の中で待っているのが見えた。ちょうど私が着いた時にドアが開き、私たちは一緒にホームズの部屋へ案内された。 ヘンリー・ベーカーさんですね。彼は肘掛け椅子から立ち上がり、ゆったりとして愛想よく。彼はたやすくこうした態度を取ることができた。客を迎えて言った。どうぞこちらの火のそばにおかけください、ベーカーさん。寒い夜ですし、お見受けしたところ、あなたの循環系は冬よりも夏向きですね。ああ、ワトソン、ちょうどいいところに来たね。 それはあなたの帽子ですか、ベーカーさん。ええ、間違いなく私の帽子です。彼は大柄な男で、丸い肩、大きな頭、そして幅広の知的な顔は、白髪混じりの茶色の尖ったあごひげにかけて緩やかに傾斜をなしていた。赤みがかった鼻と頬、差し伸ばした手のわずかな震えが、 彼の習慣に関するホームズの推測を思い出させた。色の冷めた黒いフロックコートの前のボタンは上まですっかり留められ、襟は立てられ、痩せひょろけた手首がカフスもシャツもうかがわせない袖から突き出ていた。彼は言葉を慎重に選び、ゆっくりしたポツリポツリとした話しぶりだったが、全体として、 運命による虐待を受けた学者か文学者といった印象を与えた。僕たちは数日間これらのものをそのまま持っていました。ホームズは言った。というのもそちらからところ番地を知らせる広告が出ると思っていましたので、こうなってみるとどうして広告なさらなかったかわけがわかりませんね。客はちょっと恥ずかしそうに笑った。 昔のように余分な金がないんです。と彼は言った。私を襲った乱暴者の一団が帽子も鳥も持って行ってしまったのは間違いないと思いましてね。取り戻そうなんて望みのない試みにこれ以上金を使いたくなかったのです。至極もっともなことです。ところであの鳥なんですが仕方なしに食べてしまいました。食べた 客は興奮して椅子かから腰を浮かせたええ僕たちがそうしないと、どっちにしろ無駄になってしまったでしょうから。しかしこのサイドボードの上の別の画帳も、目方はほとんど同じですし、全く新鮮ですから、同じようにあなたの目的に十分かなうと思いますが。ああ、もちろん、もちろんです、と答え、ベーカー氏はほっと一息ついた。 当然我々のところにはまだあなたの鳥の羽、足、絵袋といったようなものがありますから、お望みなら、その男はいきなり大笑いを始めた。私の冒険の記念品として役に立つかもしれませんな、と彼は言った。しかしその他に今は亡き我が友の死産した手足が私にとってどんな役に立つものか、皆目わかりませんな。 いや、お許しを得て、そのサイドボードの上に素晴らしい鳥があるようですから、そちらに注意を集中したいと思います。シャーロック・ホームズは私の方へ鋭い視線を送り、わずかに肩をすくめた。では、そちらがあなたの帽子、そちらがあなたの鳥です、と彼は言った。ところで差し支えなければ、あなたの鳥をどこから手に入れたか教えていただけませんか 僕は鳥には目がない方でしてね。あれほどよく育ったガチョウは滅多に見たことがありません。いいですとも。と、すでに立ち上がって、新たに自分の所有となったものを脇に抱えたベーカーが言った。私たちは数人でよく大英博物館の近くのアルファインに集まるんです。私たちは日中その博物館で見つかります。おわかりですね。今年こそそこの主人が、 ウィンディーゲートって名ですが、ガチョウクラブというのを始めましてね。毎週いくらか支払うと、クリスマスには一人一羽鳥がもらえるってわけです。で、私は滞りなく支払い、あとはご存知の通りです。いや、大変感謝します。何しろ、淵なし望ではこの年にも、この真面目腐った顔にも似合えませんからな。滑稽なほどもったいぶった態度で、私たち二人に、 しかつめらしく頭を下げ、彼は大股で帰っていった。ヘンリー・ベーカー氏はこれでよしと。と、ホームズは後ろ手にドアを閉めていった。彼があの問題について何一つ知らないのは極めて確かだ。腹が減ってるかい、ワトソン。いや、別に。では、夕食は夜食にすることにして、手がかりがまだ新しいうちに追跡してみようよ。いいと思う。 寒さの厳しい夜で、私たちはアルスターコートをつけ、喉の周りにクラバットを巻いた。外は晴れ渡った空に星が冷たい輝きを放ち、通行人たちの息はピストルが発射される時のように白く吹き出していた。私たちは鋭い大きな足音を響かせ、医師の地区であるウィンポール街、ハーレー街を抜け、それから ウィグモア街からオックスホード街へと回った。15分で着いたブルームズベリーのアルファインは、ホルボーンへ流れ込む通りの一つの角にある小さなパブだった。ホームズは個室のドアを押し開け、赤ら顔の白いエプロンをつけた主人にビールを2杯注文した。このビールが君んとこのガチョウほどのものだったら素晴らしいだろうがね、と彼は言った。 うちのガチョウ。男は驚いたようだった。うん。ほんの30分前、ヘンリー・ベイカーさんと話をしたんだ。ここのガチョウクラブのメンバーだってね。ああ。ええ、なるほど。でもね、旦那。あれはうちのガチョウじゃないんで。ほう。じゃあ、どこのだろう。えーと、コベントガーデンの中買いから2ダース入れたんで。ほんとかい それなら知ってるのがいるよ。誰だったねブレックンリッチっていう名ですよ。ああ、それは知らないな。じゃあご主人、君の健康とお店の繁盛を、おやすみ。さて、お次はブレックンリッチ氏だ。外のコール空気の中に出て、コートのボタンをかけながら彼は続けた。思い出してくれたまえ、ワトソン。 この鎖の一方の端はガチョウのような何でもないものだが、もう一方には僕たちが無実を証明しない限り7年の懲役は固いという男がいるんだからね。僕たちの調査がただ彼の有罪を確かめるだけということもあり得るが、いずれにせよ僕たちが掴んでいる捜査の線は警察には見逃されているものだし、 奇妙な偶然から僕たちの手に委ねられたものだ。最後の最後まで徹底的に追求しよう。じゃあ南を向いて、早足。私たちはホルボーンを横切り、エンデル街を通り、ジグザグのスラムを抜け、コベントガーデン市場へ出た。大きな露天の一つにブレックンリッチの名が掲げられ、馬面だが鋭い顔立ちで、 ひげを刈り込んでいる経営者が少年を助けて店を閉めていた。こんばんは寒いですね、とホームズが言った。仲買い人はうなずき、物といたげな視線を私の連れに飛ばした。ガチョウは売り切れのようだね、とホームズは何もない大理石の板を刺して続けた。明日の朝なら500でも売りますよ。それではダメだ。 なら、ガスの灯っている露店がいくつかありますよ。ああ、だが君のとこを勧められてね。誰からでアルファーの亭主さん。ああ、ええ、あそこに2段ス届けましたよ。しかも素晴らしい鳥だったね。で、あれはどこから手に入れたんだね驚いたことに、その質問を聞いて仲買い人は激怒した。おい、そいつは旦那。 と彼はふんぞり返り、腰に手を当てていった。何のつもりださあ、はっきりさせようじゃないか。はっきりしてるさ。アルファに入れたガチョウを誰が君に売ったのか知りたいんだ。ほう、なら絶対教えねえよ。だからほれ。ああ、大したことじゃないんだ。だがどうしてこんなつまらんことでそう熱くなるのかわからんね。熱くなる あんただって多分熱くなるぜ。こううるさくされたらな。ちゃんとした品に、ちゃんと金を払って、それで取引は終わりだ。それを、あのガチョウはどこだあのガチョウを誰に売ったあのガチョウをいくらで売るだぜこんな馬鹿騒ぎを聞いたら、ガチョウは世界中にあれしかないと思っちまうぜ。やれやれ。他の連中が何を尋ねてきたって、僕には関係ないよ。と。 ホームズは無頓着に言った。君が教えてくれなければ賭けは中止。それだけのことだ。でも僕はね、鳥のことならいつでも来いさ。自分の判断には賭けたっていい。で、僕の食べた鳥は田舎育ちだって方に5ポンドさ。へえ、ならあんたは5ポンド取られたね。都会育ちだからね。と仲買い人はピシャリと言った。そんなはずはない。 そう言ってんだろ信じないね。俺より鳥のことをよく知ってるとでも思ってんのかいガキの頃からさばいてんだぜ。いいかいアルファんとこに行った鳥は全部都会育ちよ。そんなことを信じさせようったってダメだよ。ならかけるかい君の金を取ることになるだけだな。僕が正しいのは分かってるんだから。だが君の場合は、一ソプリン、 いただくことにするかな。強情を張ってはいけないと教えてやるために。仲買い人いはにやりとほくそえんだ。眺望を持ってきなビル。と彼は言った。小さな少年が小さくて薄い帳面と大きなしびょうしが油で汚れた一冊を持ってきてそれらを吊るしたランプの下に並べた。さてそれではうぬぼれ屋さん。仲買い人いは言った。 ガチョウは切らしてると思ったけどな。店じまいの前にまだ一話あったのをあんたが見つけてくれそうだ。さてこの小さい正面だがいいですかいそれでこれは俺の購入先の名簿だ。おわかりかなさてではと。ほら、このページが田舎の連中で、名前の後ろにある番号は大きな台帳のどこに取引の記録があるかだ。 さてお立ち会い。この赤いインクの別のページがお分かりかなこれはだね、町の供給先の名簿だ。さあ、3番目の名前を見てもらいましょう。一つそいつを読み上げてもらえますかなブリックストーン街117オークショット夫人249とホームズが読み上げた。その通り、今度は台帳でそれを見つけてもらおうかな。 ホームズは示されたページを開けた。ここにあった。オークショット夫人、ブリックストン街117、鶏卵、鶏肉業。さて、それでは最後に何て書いてあるかな ?12 月22日、ガチョウ24は7シリング6ペンス。その通り、その調子だ。で、その下にはアルファーのウィンディーゲート氏に売却。 十二シリング。まだ言うことがあるかなシャーロック・ホームズはひどく悔しそうだった。彼は口も聞けないほど不愉快といった様子で顔を背けながら、ポケットからソブリン金貨を取り出し、売り台に放り出した。彼は数ヤード行って街灯の下で立ち止まり、彼独特のさも嬉しそうな声を立てない笑いを発した。 大ひげをあんなカットにしてポケットからピンカンが突き出ている男は必ず賭けで釣り出せるものだ。と彼は言った。僕と賭け事をしてると思ってくれたから引き出せたことで多分100ポンド目の前に積んだってあの男はあんなに完璧な情報をクレアしないと思うよ。さてワトソン、僕たちの探求も終わりに近づいているようだし決定すべきことは さらに今夜このオークショット夫人のところへ行くべきか、あるいはそれは明日にとっておくべきかの一点が残るだけだ。あの不愛想な男の言ったことから、明らかに僕たちの他にもこの問題に熱心なのがいるわけで、僕としては、私たちが後にしたばかりの露店から派手な騒ぎが起こり、彼の言葉は突然中断させられた。振り返ってみると、 小柄なネズミ面の男が揺れるランプの投げかける黄色い光の輪の中心に立っており、仲買人のブレックリッジの方は露天の戸口ですくんでいる相手に向かって激しく拳を振っていた。お前もお前のガチョウももうたくさんだ。どいつもこいつもどうともなっちまうがいい。これ以上バカな話で俺を苦しめに来たら犬をけしかけるからな。オークショット3人なら 連れてくれば答えてやるが、お前に何の関係があるその画帳を俺がお前んとこから買ったかいいえ、ですが、それでも一話は私のなんで、と小柄な男は哀れな声を立てた。へえ、ならそりゃ、オークショットさんに聞きな。彼女はあなたに聞けと。え,えい、プロシア王に聞こうとどうしようと知ったこっちゃねえ。もうたくさんだ、こっから出てけ。 彼は猛然と突進し、尋ねに来た男は闇の中へ消え去った。いやあ、これでブリクストン街を訪ねずに済むかもしれないぞ、とホームズが囁いた。来た前、この男が何者か確かめよう。明かりのついた露天の周りをぶらつくまばらな人の群れの間を大股で歩き、友はすぐに小柄な男に追いつき、その肩に手を触れた。 彼はパッと振り返り、私にはすっかり色を失ったその顔が合葬の中に見えた。いや、どなたですあなたは、何のご用です彼は震える声で尋ねた。失礼ですが、ホームズは穏やかに言った。あなたが店員に色々尋ねているのが耳に入ってしまったのでね、僕がお役に立てるかと思いまして。あなたが あなたは誰ですどうしてあなたがあのことで何か知ってるはずがあるんですかシャーロック・ホームズと申します。僕の職業は他の人の知らないことを知ることです。でも、あなたがこれを知ってるわけがないでしょ失礼。僕は何もかも知ってるんです。あなたが一生懸命追跡している画ウは、ブリクストン街の オークショット夫人からブレックンリーチという仲買人へ、同様に彼からアルファーのウェンディ・ゲート氏へ、彼から彼のクラブへ売られ、そしてそのメンバーの一人がヘンリー・ベイカーさんというわけです。おお、あなたこそ私が是非とも会いたいと思っていた人です、と男は手を差し伸ばし、指を震わせながら叫んだ。 これはとても説明できないくらい私にとって重大なことなんです。シャーロック・ホームズは通りかかった四輪馬車を呼び止めた。それならこんな吹きさらしの市場より暖かい部屋で話し合う方がいいでしょう。と彼は言った。しかし先に進む前にどうぞ僕が助力させていただくのがどなたなのか教えてください。男は一瞬ためらった。 ジョン・ロビンソンと申します」と彼は横目で見ながら答えた「ダメダメ本当の名を」とホームズは優しく言った「偽名で話をしようとするとどうしてもぎこちなくなるものです」「見知らぬ男の白い方がパッと赤く染まった」「そうですねそれじゃあ」彼は言った「本当はジェームズ・ライダーという名です」「その通り」 ホテルコスモポリタン主任接客係どうぞ馬車に乗ってすぐにあなたの知りたいことをすべてお話できますよ小柄な男はつったったままこれが棚ぼたなのか破滅の淵なのかよくわからないといった様子で半ば怯え半ば希望を抱いた目で私たちを変わる変わる見合ったそれから彼は馬車に乗り込み30分後 私たちはベーカー街の居間に戻っていた。道中何も話はしなかったが、新たな道連れの激しく浅い息遣いや握りしめたり開いたりしているその手が彼の神経の緊張を物語っていた。さあ着きました。とホームズが元気よく言い、私たちは列をなして部屋へ入った。こんな天気には暖炉が一番ですね。 寒そうですね、ライダーさん。どうぞその肘掛け椅子に。あなたのそのちょっとした問題を解決する前に、ちょっと室内履きを履かせてください。さあ、ではと、例の何馬かのガチョウがどうなったか知りたいんでしょうね。ええ、そうです。というよりむしろあのガチョウですかな。ある一羽の鳥にあなたは関心があるんでしょう白い。 海に黒い島のある。ライダーは興奮に震えた。ああ、彼は叫んだ。それがどこへ行ったか教えていただけませんかここに来ました。ここにそう、非常に驚くべき鳥であると判明しました。君が関心を持つのも不思議はない。死んで卵を産みましたよ。これまで、 人類が見た中で最も美しく輝いている小さな青い卵。それはここの僕の博物館にあります。私たちの客はよろよろと立ち上がり、右手でマントルピースを掴んだ。ホームズは金庫の城を開け、青いガーネットを掲げた。それは星のように冷たくキラキラと多数の先端のある光を放ち、輝いていた。 ライダーは自分のものと主張するか関係を否定するか決めかね、引きつった顔で眠めつけながら立っていた。万事休止だよ、ライダー。と、ホームズは静かに言った。しっかりしろ。君、火の中に突っ込んじまうぞ。背中を支えて椅子へワトソン。この男は重罪を犯して咎められずに済ますには血の毛が不足しているね。ブランデーを少しやるんだ。 そう。これでちょっとは人間らしくなった。なんとも小物だな、まったく。一瞬彼はヨロヨロして倒れそうになったが、ブランデーにより頬に赤みがさし、怯えた目で告発者を見つめて座っていた。僕はほぼすべての輪を必要となるかもしれない証拠を握っているから、君に教えてもらうべきことはわずかしかない。 それでも事実を完璧に知るにはそのわずかな部分も解決した方がいい。ライダー、君はこのモーカー伯爵夫人の青い石のことは知っていたね。その話を私にしたのはキャサリン・キューザックでした。と彼は途切れ途切れの声で言った。なるほど、奥様の次女だね。 それで苦もなく急に金持ちになれるという誘惑に君は抵抗できなかった。もっとマシな連中だって君の洗礼となっていたんだからね。しかし君の取った手段はあまり良心的ではなかったな。思うにないだ。君にはとんでもない大悪党の素質があるらしいな。君はあの配管工のホーナーという男が以前何かそのようなことに関わっていて、 疑いがそれだけ容易に彼に向けられることを知っていた。それで君はどうした奥様の部屋でちょっと一仕事して、君と共謀者のキューザックとでね、うまく彼が呼びにやられるようにした。それから彼が立ち去ると宝石箱から盗み、警報を発し、あの不運な男を逮捕させた。それから、 ライダーは突然敷物の上に身を投げ出し、友の膝を掴んだ。お願いです、お慈悲を。彼は金切り声を立てた。父のことを考えてください、母のことを。二人とも胸が潰れてしまいます。これまで道を誤ったことはないんです。もう二度といたしません。誓います。聖書にかけて誓います。裁判沙汰にはしないでください。お願いです、どうか。 椅子に戻りたまえ、とホームズは厳しく言った。今になってペコペコ這いつくばるのも結構だが、少しは身に覚えのない罪で被告席につかされるかわいそうなホーナーのことを考えたまえ。逃げますよ、ホームズさん。私は国を出ます。そうすれば彼に対する告発は破綻するでしょう。変、その話もしよう。 まずは次にやったことを包み隠さず聞かせてもらおう。どうして石があのガチョウの中に入ったのか。どうしてあのガチョウが市場に出たのか。本当のことを話すんだ。君が無事に住むにはそれしかないんだから。ライダーは乾いた唇に舌をはわせた。怒ったことをそのまま申します。と彼は言った。ホーナーが逮捕され、 私にはすぐに石をどこかへ持っていくのが一番のように思えました。いつ警察が私や私の部屋を捜索しようと思い立つかわからなかったからです。ホテルの周囲には安全と思われる場所はありませんでした。私は仕事のふりをして外出し、姉の家へと向かいました。姉はオークショットという男と結婚し、ブリックストーン街に住み、 そこで市場へ出す鳥を太らせています。みちみち会う人会う人皆が警官か探偵に見えました。で寒い夜でしたのに顔から汗を流しながらブリクストン街に着きました。姉は私にどうしたのなぜそんなに顔色が悪いのと聞きました。私はホテルで宝石の盗難があって狼狽していると言いました。 それから私は裏庭へ行き、パイプを吹かし、どうしたら一番いいか考えました。昔、モーズレイという友人があったのですが、彼は悪事に走り、ちょうどペントンビルに服役してきたところです。いつだったか会った時、その男が泥棒どものやり口とか、どうやって連中が盗んだものを処分するかという話を始めたことがあるんです。 私は彼のしたことを一に知ってますのでね。彼が私に背かないのは分かっていました。そこで私はその足で彼の住むギルバーンへ行って彼に秘密を打ち明けようと決心しました。彼は石を金に変える方法を教えてくれるでしょうから。しかしどうやったら無事に彼のところへ行けるでしょう。ホテルから来る時に経験した苦痛を思いました。 今にも捕まって調べられるかもしれないし、ベストのポケットには石がある。私はその時、壁に寄りかかって足元をよちよち歩いているガチョウを見ていたのですが、突然ある考えが浮かんで、どんなに優れた探偵でも出し抜くことができる方法を教えてくれたのです。数週間前、姉が私にクリスマスプレゼントとして好きなガチョウを選んでいいと言ったことがあり、 姉が必ず約束を守ることは分かっていました。今ガチョウをもらって、それに入れて、石を切るバーンまで持っていこう、と思いました。庭には小さな小屋があり、その裏に私は一羽の鳥を追い込みました。素晴らしく大きなので、白くて尾に縞模様がありました。私はそれを捕まえて、くちばしをこじ開け、 指が届く限り喉の奥まで石を押し込みました。鳥はごくりと飲み、石が食道を通って絵袋に落ちるのがわかりました。ところがそいつが羽ばたいたりもがいたりしたので、どうしたのかと姉が出てきました。私が姉に話しかけようと振り向いた時、そいつは自由になって仲間の中へ飛び込みました。一体あの鳥に何をしていたの、ジェムと姉は言います。 あれだよ、私は言いました。クリスマスに一つくれるって言ったろ一番太ったのを確かめてたんだよ。ああ、と姉です。それなら鳥のけとおいたわよ。ジェムの鳥って呼んでるの。あの、向こうの大きくて白いやつよ。二十六いるけど、一つはあんたのになって、一つは私たちの。ニダースは市場よ。ありがとう、マギー。と私です。 でも、どれでもいいんだったら、今触ってたのがいいんだけど。あっちの方が優に3ポンド重いわよ。姉は言いました。あんたのために特別に太らせたのよ。いいんだ、いいんだ。あっちをもらうよ。今はもらってくから。と私は言いました。まあ、好きになさい。と彼女はちょっとムッとして言いました。で、どれが欲しいのあの、尾に島のある白いやつだよ。群れのど真ん中にいる。 あ,あ、いいわよ。閉めて持ってきなさい。さて、ホームズさん。私はその通りにして、はるばるキルバーンまで鳥を持っていきました。私はあいつに自分のしたことを話しました。そういうことを気楽に話せる男ですから。あいつは息が詰まるまで笑い、私たちはナイフを取ってきて、ガチョウを開きました。私はゾッとしました。石は跡形もなく、 何かひどい間違いが起こったのが分かりました。その鳥を置いて慌てて姉のところへ戻り裏庭へと急ぎました。そこに鳥は一羽も見えませんでした。みんなどこへやっちゃったのマギーと私は叫びました。業者のところよジェム。どこの業者コベントガーデンのブレックンリッチよ。でも尾に島のあるのがもう一羽いた と私は尋ねました。俺の選んだのと同じような。エージェム、尾に島のあるのは2はいて、私には区別がつかなかったわ。さてそれでもちろん何もかもはっきりしたので、私は必死になってあのブレックンリッチという男のところへ走りました。ところが彼はすぐに全部を売ってしまった上、一言もどこへ売ったのか教えてくれません。今夜お聞きになりましたよね。 そうなんです。いつもあんな風な答えでした。姉は私が発狂したと思ってます。私自身も時々そう思います。そして今や私は泥棒の楽園を押されました。品性を売り渡してまで求めた富に触れることもなく、助けてください。どうかお助けを。彼は突然こらえきれずに両手で顔を覆ってすすり泣きを始めた。 長い沈黙が続き彼の激しい息遣いとホームズが指先でテーブルの端をたたく規則正しい音だけが聞こえていたそれから友は立ち上がりドアを開け放った「出て行け」と彼は言った「何ですってああ神の祝福がありますように何も言うな出て行け」それにもう何も言う必要はなかった 彼がバタバタと駆け出しガタガタと階段を下りバタンとドアを閉めカタカタ鋭い足音を立てて通りを走っていくのが聞こえた。だってねワトソンホームズは統制のパイプに手を伸ばしながら言った僕は警察に彼らの欠陥を補うために雇われてるんじゃないからねホーナーに危険があるなら話は別だけどね。 だがあの男がホーナーに不利な証人として裁判に出ることはないだろうし訴訟事実も崩壊するに違いない僕は重い罪を減刑してやっていることになるんだろうが多分魂を救済しているのかもしれないよあの男は二度と道を誤らないだろうそれこそひどい怯えようだったからね今刑務所に送ったら常習犯の一生にしてしまうよ その上、許しの季節じゃないか。偶然が我々の言いく手に非常に奇妙で気まぐれな問題を差し挟む、そしてその解決こそが報酬なのだ。すまないが、ベルを押していただけまいか、博士。新たなる問題に取り掛かろうよ。ここでもまた、ある鳥が主役となるのだがね。 このチャンネルは不思議猫招き動画をお届けしています。チャンネル登録と高評価お待ちしています。